してんだよ。大丈夫か？ごめん。佐野の背中押してあげられなかった。するだろ。そうか。そうだよ。女のお前が男と偽ってまでこの学校に入ったわけよ。みたいな髪型しやがって。鬼太郎だ。だったらお前は目玉の親父だな。目玉の親父？ああ、しょっちゅう俺に付きまとってっからぴったりだろ。じゃあな、父さん。おい、ちょっと待てよ鬼太郎。おい鬼太郎。おせんだ。おせんじゃねえよ。飛ぶなんて一言も言ってなかったじゃねえかよ。飛んだって本当なのかよ。あんなの飛んだうちに入んねえ。なんだよそれ、意味わかんねえよ。飛んだんだろ。かもな。叫んだよ。なんで一言も言ってくれなかったんだよ。さっきも言ったろ、あの程度じゃまだまだなんだよ。わかんねえよ。そんなに俺に見られたくなかったのか。お前にはちゃんとした舞台で見てほしいから。え？だからまだ見せたくねえんだよ。どうしたんだよ。よかったなと思って。
佐野のことが好きだ。わっ。お。シャワー使うぞ。おう。脱ぐな。3秒待て。3、2。わっ。もう何ドキドキしてんのよ。食えたか？面白いなお前は。お。まだ飛んでねえよ。ちゃんとした舞台でお前の前でまだ飛んでねえだろ。だから行くなよ。